全ガンダム作品格付けチェックに対するみんなの反応集。それではどうぞ。ガンダム作品すべて見たわいが一言作品評するぞ。機動戦士ガンダム作画はいいとは言えないが万人に勧められる名作。劇場版機動戦士ガンダム今から初代ガンダムを見るならこれを見とけば間違いなしの名作。機動戦士ゼータガンダム万人向けとは言い難く人を選ぶが名作。機動戦士ガンダムダブルゼータ前作以上に人を選ぶが戦闘シーンのクオリティが高い佳作。機動戦士ガンダム逆襲のシャアガンダム最高傑作と言っても過言ではない宇宙戦闘が描かれる名作。機動戦士ガンダム00AT ポケットの中の戦争とりあえずガンダムを見たことない人にはこれか初代を進めれば無難な普及の名作。機動戦士ガンダム F91 2時間足らずの尺に時代を一新した新たなガンダム世界と二人の主人公の杖になる家族像の映像を詰め込んだ意欲作。機動戦士ガンダム00AT3 スターダストメモリー初代から Z への空白期間の戦いが超クオリティの作画で描かれる良作。機動戦士 V ガンダム宇宙世紀の大鳥を飾る最終回を見た後爽やかな気持ちになれる名作。機動武闘伝 G ガンダム少年漫画のような熱い戦いに友情、師弟愛、家族愛、恋愛など心を震わせる人間ドラマが描かれる名作。新機動戦機ガンダムウィング恋キャラクターが繰り広げる強烈な人間劇が見ていてまず飽きないだろう名作。機動戦士ガンダム第8モビルスーツ正体華々しい戦果を上げるヒーローではない歩兵としてのガンダムと敵味方の恋愛が描かれるミリタリー色濃い名作。機動新世紀ガンダム X 戦後の時代を舞台にした新世代の少年が世界を見て回る隠れた名作。新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ前作で書ききれなかった後片付けの戦いが超クオリティの作画で描かれる傑作。ターン A ガンダムガンダムらしからぬ牧歌的な雰囲気の全てのガンダムを過去にした名作。機動戦士ガンダムシード少年、おじさん、女性層とありとあらゆる層を引きつけた屈指の話題作。機動戦士ガンダムモビルスーツイグルー前編 CG 作画で描かれる戦場で消えていった兵器とそれに乗る男たちが主役の良作。劇場版機動戦士ゼータガンダム TV 版よりは万人向けになった良作。機動戦士ガンダム00デジタル制作による TV アニメとは思えないハイクオリティな戦闘描写が素晴らしい名作。機動戦士ガンダムモビルスーツイグルーに重力戦線戦場の暗い面をピックアップしたシリーズでもひときわ異色の改作。機動戦士ガンダムユニコーンとりあえずガンダムを見たことないけど興味ある人にはこれを勧めておくと無難な良作。劇場版機動戦士ガンダム00ワラーキーニングオブザトレイルブレイザー今見ても異常な超高速戦闘が繰り広げられる作画クオリティはおそらくシリーズ1の名作。ガンダムビルドファイターズあらゆるガンダムファンへのサービスとホビー漫画のお約束を踏まえた熱い展開が魅力の名作。機動戦士ガンダムジオリジン全体的に阿比古義和色が強い初代ガンダム前日譚が描かれる名作。機動戦士ガンダム敵地のウルフェンズ金属がすれ合い火花散る戦闘とアウトローたちが主役の作風が人を選ぶ異色作。機動戦士ガンダムサンダーボルト初代とはわずかに異なる世界異なる戦域ではぐれ者たちの死闘が描かれる良作。機動戦士ガンダムナラティブユニコーンの続編であり CG 作品を除き初めてインコムを映像化した記念すべき良作。機動戦士ガンダム水星の魔女初の女性主人公話題ではあるけど古参にはあまり受けてないイメージ。以上シードデスティニー、エイジ、閃光のハサウェイ、Gのレコンギスタ、その他 SD ガンダムはまだ見てない。オアゼンは見てないので作品量をかけない。知らない作品ばっかだ。シードは大作、鉄血を異色作に分類したけど客観的に見て名作や良作と格と角が立つからこう書いただけで個人的にはかなり好きな部類のガンダムです。 ZZ が佳作はちょっと、作品を下げる方向ならともかく上げる方向でも文句が出てくるのがガンダムの面白いところだよね。
格好いいモビルスーツ目当てなら鉄血おすすめできると思う。移植策はそうね。とりあえず初代、キャッチャー、ターン A、ポケセン、BF、リライズあたりは名作と言ってもあんま文句つけられないイメージ。当時シードからガンダム入った層がアホほどいたからな。間違いなく名作で話題作だし人気作だけど、同時に人が大量に入ったから嵐も大勢いて語りづらかったよ。なんとなく水星は完結した後シード終了後みたいな空気になりそうな予感がある。放送当時アンチが多かったら問題作認定しなきゃいけないなら、それこそ初代とかターン A とか極一部のガンダム除いて全部問題作扱いしなきゃいけなくなるんじゃないかな。やっぱりちょっとシードだけ好きな人も嫌いな人も熱量がおかしい。好きって言っても嫌いって言っても即反対側の感想の人が飛びかかってくるよね。シードはかっこいいシーンも決めてくれる、演出も多いし、ロボアニメとしては確かに名作って呼べると思うんだ。ただストーリーや人間描写や世界観がえぐい、暗い、悲惨の三拍子だから見返すとめちゃくちゃ辛い、なんというかいわゆる、二度と見たくない名作って感じの作品。他の作品を名作ということには何にも言わないのに、シードを名作と言ったコメだけやたら噛みついてくるやつは何なんだ。劇場版 Z はあくまで落ち着けるために廃人エンドじゃなくしたんだっけ。シードは普通に名作じゃない。趣旨まで行くと、うん、シードは名作でしょ。和が暗いから、合わん人はとことん合わんだけで、シードは当時最先端のスフクローン、核問題なんかを取り入れた初代のオマージュだから、話だけ見れば名作だし、なんならこれ無理な人エヴァも嫌ってそう。アンチの多さはそのまま人気の裏返しだからな。パトレイバーの兵衛だった機動戦士 SD ガンダムの逆襲が好き。なんだかんだ面白かったぜの精神は大切にしていきたい。スターゲイザーもおすすめだぞ。ウィング好きかも食わず嫌いしてたし、見ようかな。絶妙にあんまり合わなかった作品がわかるものいいやね。ファーストが好きっていうだけで結構マウントが取れてしまうこの界隈。俺の好きなシリーズはすぐに煽られるから疲れちまったぜ。何が嫌いかより何が好きかで自分を語れよ。プラモ界隈が賑わってるガンダムこそ正義よ。宇宙世紀を単発で最初に見せるなら0080か劇場初代3部作だろ。ユニコーンとか他の作品が悪いのでなく、前もって予習しておいた方が楽しめる作品が多すぎるんだよ。アナザーは初手 G ガンだけはやめておけ。間違いなく面白いけど移植作すぎる。自分は逆者合わなかったけど、好きな人いるのも売れてるのも知ってる。叩く気にならない。だから自分の合わなかった作品に名作じゃないといちいち切れてる。シードアンチは気持ち悪い。自分の嫌いなものを肯定的に語ってる相手は精神的にとことん殴って泣かせたい人が多い。だから否定じゃなくて肯定の話でさえ喧嘩の元になる。